ブラスト望遠鏡の高高度気球による打ち上げ準備2005年6月12日高高度気球は清掃圏などの高層大気に放たれる気球のこと水素やヘリウムが充填され 18km から 53km 程度までの高さに到達する気象観測所によって打ち上げられている気象観測用のラジオゾンデオゾンゾンでも高高度気球の一種である より高くへの到達を目的とした気球は、白膜でできたものが主であり、効率的な白膜の開発なども行われている。現代の気球は、一般的に送信機、カメラ、GPS 端末などの衛星測位機器などの電子機器を載せている。これらの気球は100分の1から1000分の1気圧という、非常に空気の薄い金宇宙圏の高度まで到達する。南極では、 季節風によって気球が打ち上げ位置から非常に近くに戻る性質があり、気球を主とした研究では人気の場所となっている。ポリエチレンフィルムが使われる前の記録としては、1935年にアメリカ海軍が体積10万立方メートルの気球で高度2 2トルに到達したのが最高到達高度であった。1972年に NASA によって、 体積150万立方メートルの気球が高度5 1 8キロメートルに到達した記録は30年間破られなかったが2002年5月23日に宇宙科学研究所が厚さ3.4マイクロメートルのポリエチレンフィルムを使った BU60 から1号機を使って高度5 3 0キロメートルに到達し世界記録を30年ぶりに更新した 2013年9月20日には宇宙航空研究開発機構が超白膜膏高,高度気球体積は8万立方メートル気球の厚さは2.8マイクロメートルであり世界で最も薄い気球用フィルムを使用した高高度気球で最も古く最も一般的なものは観測気球である高高度気球に積んだな装置によって磁場現象や大気流 宇宙船やオゾン層など多くの分野での科学的データの収集が可能であり、細密な気象観測が可能になる。また、天体観測用の機材を組み込むことで、大流圏のような低層大気中よりも効率の良い天体観測も可能である。また、高層大気の実験プラットフォームとして利用されるほか、高高度から、 実験装置を落下させることによって微小重力実験を行う試みもあり、微小重力環境での材料科学実験などが行われる。キューブサットと比べてもはるかに安価なため、研究室レベルの小規模な研究や複数回の調査が必要な研究など、予算が限られていても実施しやすいという利点がある。冷戦中にはゲネトリクス計画で、 軍事偵察用としても使われている。2000年代後半からデジタルカメラなど機材の低コスト化、高性能化、軽量化が進んだため、アメリカやイギリスを中心に研究機関以外にも個人で気球を自作し、高高度から地球の撮影を行うアースウォッチングと呼ばれる進行のホビーが行われている。日本国内では様々な法令による縛りがあるためなかなか、 普及しなかったが、2010年頃からバルーンによる清掃圏からの写真撮影を行う複数の団体、個人が現れ始めた。実施する際は、現地の航空法に従う必要がある。高高度気球を使って、ロケットによる宇宙旅行よりも安価に宇宙旅行を行うことを目指す企業がある。一つは、ワールドビューエンタープライゼスで、もう一つはスペインを本拠とす。 ゼロにインフィニティ社である。乗客が登場する部分は、弱圧キャビンにされて外部環境から保護される。バージン・ギャラクティック社のスペースシップ2等のように、ロケットで弾道飛行する場合は、最高高度に滞在するのはわずか数分間であるのに、対して、ワールドビュー社の気球は、高度3 0トルの清掃圏に数時間、滞在する計画であり、 バージン・ギャラクティック社の旅行費用25万ドルに、対して、ワールドビュー社の旅行代金は7万5千ドルである。オレゴン州約30キロメートルの上空から撮影。1500グラムの気象観測気球を利用。大学の小規模な研究や、個人のホビーで利用されるカメラは、比較的安価で、軽量なキャノンのパワーショット A シリーズがよく、用いられている。右の写真も、 パワーショット A470。高高度では低温のため、バッテリーの性能低下などに注意を要する。18000メートル以上の高度では、大京三圏輸出統制委員会規制の名残で、大陸間弾道ミサイルのような用途への搭載を防ぐために、デバイスによっては GPS が利用できない場合がある。太陽光によって、内部のガスが膨張したら、逆止め弁からガスを逃がし、 夜間はバラストを透過して高度を維持する。昼間に太陽光によって内部のガスが膨張しても逃がさない構造で玉川に強度を要する。ガスを放出しないので長期観光高,高度を維持できる。地球の大気圏だけでなく、金星や火星の大気での長期間の観測に使用する計画もある。ありがとうございます。